一つ目、はい、牛糞堆肥を使わない、使わない、まあ、あの獣系のね、うん、堆肥を使わないってことですね、うん、トンプン、馬糞、鶏糞、その辺もダメです、はい、で二つ目、はい、肥料を混ぜ込まない、はいはいはい、表面にね、ここも肥料ちょっと残ってるけど、うん、表面に巻くような感じで雨で染み込ませる、うんうん、で三つ目、水やりはしない、まあ、天然の雨で十分です、うん、こんにちは。こんにちは。どうも。どうも。明るく楽しくバカっぽく。イエイ。岩崎です。はい。最近それを言うのね。そうだね。あんま言ってないね。言ってなかったね。うん。まあ言ってなくてもいつも明るく楽しくバカっぽくなんですけどね。はい。はい。今日はですね。はい。自然薯を今植え付けてるんですけども。うん。自然薯の植え付けやってはいけない3つのこと。はい。ですな、はい、植え付けでね、うん、まあ自然薯栽培としてね、はい、ですな、おお、なるほどね、うん、まあ、とりあえずね、うちはね、はい、波板栽培という感じで、はい、ここ波板が入ってる、この畝この横にね、うん、で支柱がある側に自然薯を植えていって、はい、でこう斜めにね、はい、生えていくっていう形をとってます、はい、で、この間隔が2メーターなんで、だいたい10センチ間隔で、うん、種芋を植えていってるので20個ですね。はい、だいたいね。1、2、3、よいしょ、よいしょ、4、5、6、12、13、14、15、16、17、18、19、20個ね。お、ちょうど、はい、こんな感じで植えていきます。はい、よいしょ。で、まあ普通に植えていくんですけど、はい、まずですね、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、はい、まあこうやって埋めていくんですけど、おお、開けたところね、うん、まず一つ目、やってはいけないことの一つ目、はい、この土ですね、土、はい、土作りの時に、牛糞、うん、もしくは鶏糞、トンプン、馬糞、はい、などのあの堆肥、堆肥、うん、あの獣系の堆肥は使わないってことですね。使っちゃダメ、うん、まあ、あの理由はね、これ何でか教えてもらってないんですけど、う、まあ、考えるに、自然薯ってすごい匂いを吸うんですよ。匂いを吸う、うん、あ、土の中のやつでも、うん、吸う吸う、うん、あのほら新聞とかでくるんだら新聞のインクの匂い吸ったりするんです。あ、出来上がりもね、そう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 、うん、はいはいはい、だからまああのあれですよ、完熟な堆肥やったらいいけど、未完熟のものやったら、特に鶏糞なんかは臭いやんか、うん、匂いする、 うん、でその匂いを吸うからやと思うねんな。あー、それややこしいな、うん、でうちはさ、その堆肥じゃなくて、うん、もみ殻入れてるよね、うん、まあ、もみ殻も何年も入れてるから、そうだね、勝手に堆肥状態にね、この中でなってくれるし ね、うん、ね、うん、ということで、一つ目はそういう牛糞堆肥を使わないと。使わない、うん、はい、まあ、あとあの駆動石灰もね、うん、別に使ってもいいんやろうけど、うん、特に使う必要がない、駆動石灰はね、うん、駆動石灰は何でかっていうと、まあ駆動石灰っていうのはだいたい酸性土壌を中和する役目があるじゃん、うん、でそのあえて中和しなくてももうその辺の山に生えてるもんやから、酸性土壌でも全然平気、うん、あー、大丈夫ということで、うん、あのなんだ、駆動石灰はいらないかなと。いらないよ。その代わりうちはね、あのミネラル分を補給するためにカニ殻入ってます、はい、お、美味しそうなやつ、うん、よいしょ。で次、肥料ですね、はい、よいしょ。肥料はね、あのうち堆肥入れる代わりに腐食酸がここに入ってるんですけど、お、腐食酸ね、うん、腐食酸とあと化成肥料と使ってます、はい、よいしょ。であの掘り終わった後に、去年掘った時にこの中にあの 300g ほど化成肥料も入ってるんですけど、うん、であとまた両サイドに 300g ずつぐらい、うん、おー、足すんな、足します、うん、でこっちが型、今削ったんですけど、うん、削って肥料を入れます。わかる？いるかな？こんな感じでね、入れます。
で、僕のこの一握りはだいたい 50g です。こっちにもね。うん。で、この肥料を入れるときに、やってはいけないこと、二つ目。はい。肥料を土の中に埋め込まない。埋め込まない。はい。はい、というのも、うん、自然薯は芋だけじゃなくて、はい、ヒゲ根っこが両側にブワーッとね、はい、細かい根っこがいっぱい生えるんですけど、うん、そのヒゲ根っこに肥料が当たると、うん、肥料焼け起こして、肥料を吸わなくなるんです。はい、となると芋が成長しなくなるので、うん、まあ、もう表面だけ、うん、表面でこうやって上げて直接当たらないようにしながら肥料分を染み込ませます。おこれは追肥するときも一緒です。はい、夏場にねまた追肥すると思うんですけど、うん、よいしょ。こんな感じでいいね、流します。で、まあ、表面にね こっちのこの型の部分だけ、はい、であとは肥料が染み込むように、うん、こう埋めていきます、はい。自然薯の芋はこっち行くんですけど、ヒゲ根っこはこっちにも伸びるんで、あ、そっちにもね、うん、こっちに肥料がね、一応行きますね。なるほどね。で、植えた部分が一番高くなるように、あ、このてっぺんがね、てっぺんが、うんうん、します。ここに水が溜まると、いけないので、はい、よいしょ。これが室外のもとやね。そうそう、自然薯はあの乾燥にも弱いけど水にも弱いんです、はい。ということで、やってはいけないこと3つ目、はい、この植え付けた後に水やりをすることです。おお、水やりをしてはいけません。はい、まあ、雨がねほっといても降るんですよ、この時期ね、うん、3日4日1週間おきぐらいにで雨が降るんですけど、うん、どうしても雨が降らないと心配になって水やりをしてしまうんですけど、確かに土掘り起こしてみるといいです。例えばね、あれ、スコップどこ行った。まあ、昨日おとついた雨降ったからね。そうだね、うん、あれなんですけど、まあ、この辺雨降り前3日ぐらい前に自然薯植えたんですけど、はい、まあ、ちょっと手前をね、ほらちゃんと水が上は乾燥してても含まれてるんですよ。う、ね、もう色が全然違うもん ね、うん、この辺に今あると思うんですけど、まあ、危ないからあんまりガッと掘れないけど、どれどれ出てこないね。もうちょっと手前かな。うん、あ、ほら、当たった。こんな感じで、はい、ね、まあ、まだ全然、ね、うん、ちょっと前に植えたばっかりやから、はい、でもこのままこれぐらいの程よい適度な湿度ね。湿度がいいね、うん、でだからあのここを一番高くしてるから、うん、雨がザーッと降るけど、うん、サッと流れる。お、ね、で、まあ、程よい湿度は、まあ、保たれてる。保たれてる、うんうん、これはあの自然薯っていうのは北向き斜面に、うん、あの生えてるんですよ。で、斜面に生えてるということは雨がさっと降るけどさっと、うんうん、流れてしまうっていう状態を、まあ、ここでも再現してるってことですね。なるほどね、はい。まあ、一応こんな感じで自然薯上のやってはいけないことですね、はい。おさらいしますと、1つ目、はい、牛糞堆肥を使わない、使わない、まあ、あの獣系のね、うん、堆肥を使わないってことですね、うん、トンプン、馬糞、鶏糞、その辺もダメです、はい。で、2つ目、はい、肥料を混ぜ込まない、はいはいはい、表面にね、ここも肥料ちょっと残ってるけど、うん、表面に撒くような感じで雨で染み込ませる、うんうん、で、3つ目、水やりはしない、まあ、天然の雨で十分です、うん、あのね、ほら、あの大和芋とかは、うん、スプリンクラーがあってバーってね、あの水を撒いたりするらしいんですけど、あ、そうなんだ、うん、自然薯は水やり一切しなくても大丈夫です、はい。土作りして置いたら草だらけになった。草だらけになったね。で、植え付けの時期なんですけど、はい、今日でね5月の2日か、はい、本当はね4月中に全部植えてしまおうと思ったんですが、はい、ちょっと忙しくてできませんでした、はい。で、まあ、いつまで植えれるのって話で、そうだよね、まあ、最悪5月いっぱいこの辺でいいの、うん、いけると思う、うん、まあ、ギリギリやと思うけどね、はい。まあ、6月入ってどうかなって感じやけど、まあ、目出ししてればね、うん、全然5月中やったら余裕なんですけど、うん、なるほどね、
まあ目出ししなきてなくてもここらはあったかいし、5月だとぬくいからすぐ芽が出ると思うんで、ふっていくわな。うん、まあそんな感じでやればいけるかなと思います、うん、なるほどね。で、最後種芋ね。はい、まあ、目出しする場合はこういうところにバーミキュライト引いて入れとけば勝手にまあ芽は出ると思うんですけど、もう目出しして芽を傷つけたりね、根っこちぎったりするのは嫌なんで、確かにもう目出しせずにそのまま植えてます。はい、まあ、そのまま植えても芽は出てきます。出てきます。はい、はい、よし、じゃあ引き続き植えようかな。はい、よいしょ。自然薯もね、ちょっと売れるようになってきたからね。そうだね。うん、またあの今年頑張って作って一生懸命、ね、一生懸命売りましょう。直売所いいよね。うん、まあ今日はそんなとこだな。だな。なまあまあ、あの何かございますか。あとそうだね、うんうん、ご質問。次の工程。次の工程、あ、この後。そうそうそう、このネット貼んねん。ネットお、ネット貼んねんな、うん、ネット貼って、あと芽が出てきたらマルチで、出てきたらマルチ、ね、この白黒マルチでこうですね、うん、ここ風が強くてマルチビロビロになって、そうそうそう。じゃあ今別にかぶさなくてもいいの、マルチは。うん、まあ別にどっちでもええよ、うん、だから草が生えてくるから、まあ 草がね、うん、草が生えるのが嫌やったらマルチをかけたいんやけど、うん、どうしてもさ、マルチ閉じられへんからな。そう、ね、こっから芽出てくるやろ、うん、閉じられへんから風が入って飛ばされるから、うん、もううちはもうちょっと外してるけどね。なるほどね。草が生えたら頑張って抜くっていう形で、そんな感じですな。はい、ちゅうことでございます。はい、よろしいですか。いやいや、はい、じゃあ、今日はなんかあれやな、明るく楽しくバカっぽくって初めに言った割には、うん、途中で何にも普通に、うん、淡々と、はい、あの植え付けのことを言っておりましたが、はい、普段はもっと、いや、それは普通なんですけど、はい、そうか、はい、まあそんな感じだな、はい、はい、ということでおしまいです、はい、それでは皆さん、さようなら。